舞い降りたありふれた休日の魔法かけた夜空から溢れ出す瞬にさ You are ready to そのように露出の多い衣服で外を出歩くのは感心しないな。のんちゃんだって本当は恥ずかしいよ。けど仕方がないんだもん。そういう設定なんだから。君は悪くない、うん、大丈夫だ。堂々としていたまえ。なんか同情されちゃったよ。あなたこそ、その竜の羽がとてもキュートで似合っているわ。捕まえられるかな。
相手に不足なし。行きます。ファイト。ラウンドワン、ファイト。お嬢ちゃんが私のお相手？そんなヘンテコな武器で戦えるの？武器？ああ、これはスケート靴だよ。まあ、のんちゃんがこれ履くと、ある意味武器になってしまうのかもしれない。のんちゃん？あなたなんて言うの？名前は同じでも随分とねえ。まあ大丈夫よ、今後も成長するだろうし。成長？なんだろう、とても失礼なことを言われた気がする。しかも身体的な意味で。ほう、どうやらあなた軍師の素質があるようね。あら、さすが曹操様、人を見る目が終わりね。私の世界ならさぞや厄介な策士でしょうけど、さてこの舞台ではどうかしら。ご安心を。十分曹操様を満足させて差し上げますわ。ファイト！さあ、開始だよ。始めましょう。ラウンドワン！ファイト！Yeah!
なたの世界の絵本にはそんなに魔法使いが出てくるのですか？うん、いい魔法使いのおばあさんとか悪い魔法使いのおばあさんとか。魔法使いがおばあさんばかりでないこと教えて差し上げますわ。あなたのそれ、いわゆるコスプレではなさそうね。耳とか本物なのかしら？はい、本物ですよ。私は人間ではないのです。これは困ったわ。人でないのなら考え方や価値観も違うでしょうから、厄介そうね。いいえ、人とタユタイは姿こそ違えど必ず分かり合います。あなたともいいお友達になりますよ。ファイト！お待たせしました。ラウンドワン、ファイト！私の人形たちは元気だよ。ついてこれるかな？こんにちは、騎士様。私は時田ユキと申します。お見知りおきを。私はチェルシー・アーコット、ラングバースの神殿騎士です。こちらこそ、よろしくお願いします。ええ、
お互い正々堂々といい勝負をしたいものですね。真面目で誠実、これは楽そうね。はい、私はあなたのような知的で礼儀正しい方との真剣勝負を待っていたのです。ファイト！ラウンドワン！ファイト！ラウンドワン！ファイト！自分の出番すか。Thank you.
ってみますか。ファイト！勇者に歯向かうぞ。ラウンドワン！ファイト！ゲームオーバー！